先ほどの理事会で、会長に選任されました針山でございます。微力ながら、東海の発展のために、頑張っていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。先ほどの理事会の後の就任の挨拶で言い忘れましたんですけれども、前任の鈴木会長には大変お世話になりまして、いろいろご指導いただきまして、その後を襲ってやるというのはいかにも大変だなと思ってますけど、微力ながら頑張ってやりたいと思いますので引き続きよろしくご指導ください。また本日ご出席いただきました経済産業省の渡辺市長様はじめ、ご来賓の方にはご公務と大変お忙しい中、本懇親会にご出席賜りましてありがとうございます。さて、皆様すでにご交渉のとおり何度も言われてますけれども、昨年のリーマンショック以来ですね、世界経済は100年で一度という大変厳しい状況になっております。日本経済もその余波をまともに受けて、末期的な症状になっていると言われておりますけれども、これがどれだけ続くのか全く予断を許さないような状況になっています。会員の方々に先週末配布されたと思いますけれども、東海の月次の報告を、調査報告を見てましてもですね、そのようなことを裏付けるような大変厳しい数字がいっぱい赤い字で羅列されているというのを見ても実感をしているところでございます。そうは言ってもですね、新聞市場でしかよく分かりませんけども、中国をはじめとする新興国では自動車の販売台数に少しだけ明るさが見えてきている。また日本の自動車の在庫調整も進んでですね、ほんのわずかではありますが明るさが出てきていると。今朝の新聞でも政府の経済予測でも少しだけ上向いているというような希望を持たせるような状況になってはきているのではないかと思います。昔から止まらない雨はないとか、明けない夜はないとかいうようなことが言われてますんで、現在の危機的な状況についてもですね、必ずや、収束するものと確信をしております。そうは言ってもしかしながらですね、我々を取り巻く経営環境に、やはり以前とは違ってですね、質的な変化が起きているのではないかというふうに感じられます。アメリカのクライスラーが破綻してですね、あの GM すらですね、破綻しかねないというようなアメリカの自動車業界の今日の惨状をですね、一体誰が想像できたのかなというふうに思います。必ずやその影響が我々のところにも跳ね返ってくるのではないかというふうに思いますけれども、我が国もですね、明治維新だとか、つい60年前のですね、大戦の後の大変な困難な時期がありましたですけれども、我々の先輩、あるいは一世代前の先輩はですね、きっちりこの困難を乗り切って、今日を築いたと。ということを考えればですね、我々も現在の危機というのは必ず乗り越えるのではないかというふうに確信している次第であります。
たまたま偶然でありますけれども、日本の青春、時期と言われている日露戦争までの明治時代を描いた小説、雲の坂の上の雲ですか、という映画が今年の暮れ、確か NHK だったと思いますけれども、連続テレビで放送されるということを聞いております。で、我々もですね、ぜひ志を新たにして、坂の上の雲を睨んでですね、作業に邁進してですね、ぜひもう一度元気を出すような状況にしていきたいなというふうに考えているところであります。皆さん方もそういう思いでぜひ一緒になって頑張っていけたらいいなというふうに考えております。本日は大変短い時間でございますけれども、できるだけ会員各位意見交換をしていただいて、ぜひこの場を有効にお使いいただいて、懇親を深めていただければなというふうに思っております。本日ご列席の皆様方のですね、ご健康とご多幸、作業の成分を記念いたしまして、簡単ではございますが私のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。